里崎チャンネルジョン。ということで今回から里崎チャンネルアシスタント交代です。板野友美さんです。テンションがめちゃくちゃ上がるっすね。今日緊張しっぱなしです。本当ですか？いや本当です。板野さんがすごい緊張しただって聞くんですけど、圧倒的にですよ。僕より板野さんのことを知ってる人の方が日本には多いんですよ。そんなことない。いや本当です。僕は野球村の小さい中でちょっとだけ有名なだけなんですよ。全国的じゃないですか。僕の方が圧倒的に結構、ね、でも私里崎さんとお仕事させてもらうって聞いてから、はい、あのなんか解説とか野球をついてるんですよ、家でやってついてると、あ、里崎さん出てるとか思って、いやありがたいですよ。結構すごいたくさんお仕事してるなって認識あることが嬉しいです。あ、そういや、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、楽しい毎日が過ごしてますか？そうですね、はい、でもいいですよね。そうやってね、未来を向けてっていうところで、でも今日はですね、そういった話じゃないんですよ。里崎が聞きたいことを板野さんに聞くっていうコーナーです。ありますか、聞きたいこと？いや、めっちゃあるんですよ。やっぱり怖い。いや、あの、はい、ここまで板野さん、まあ、芸能界で頑張ってこられたわけですか。で、いろんなプロデュースを自己プロデュースしながら、うん、ここまでいろんなことを成功してきてると思うんですけど、はい、どういうふうに自分を自己プロデュースして高みを目指してるんですか？新しいこととか。最初の頃はまあ10代だったので、うんうん、まあ、自分がどういう自分になりたいかだけを考えてやってましたね、うん、でもあれ難しくないですか？いっぱいいるじゃないですか、はい、しかも野球とかだとポジションがピッチャー、キャッチャー、サードとか決まってるから、うん、要は自分のポジションで戦えばいいじゃないですか、はいはい、でもポジションないですよね。そうですね。で自分で考えるんですか？人と違いとか出すんですか？でもなんかそのポジションを探すっていうよりかは、まあ、AKB って、まあ、アイドルだけどみんなやりたいことがそれぞれ違かったので、うんうん、まあ、私はどっちかっていうと歌って踊ることが好きだったし、うんうん、まあ、こういう自分になりたいみたいな、うんうん、なりたい像がすごいはっきりあったので、うんうん、もうそこだけを目指すみたいな、ここのポジションが空いてるからここにしようかなとかじゃなくて、うんうん、今後こういう仕事やっていきたいからこういう自分になりたいっていうところだけを目指してやってましたね。でその中で周りとかそのファンの人の声とかも気になったりするじゃないですか、はいはい、それはもう汲み取らないでっていうか、自分の目指すところを目指して、まあ、あとはもうついてきてほしいみたいな感じですか？まあ、まあ気になったりするけど、うん、逆になんか周りからこうした方がいいよとか、うん、自分が違うなって思ってることをやってて、うん、違うって言われた時の方が迷っちゃうじゃないですか、うんうんうん、でも自分がやりたいことをやってたり自分がこうなりたいっていうところをやってれば、まあ、多少なんか他から変だよとかいろいろ言われたとしても、うんうんうん、まあ、ちょこっと直したりはするけど、うん、でもこれが私やりたいことだしっていうそこに自信を持てるので、なんか強くいられたなっていうのはありますね。でも難しいですよね、芸能界。なんかスポーツの方が簡単ですよね。本当ですか？え、だって結果打っときゃいいんですから、野球だったら。でも結果が分かりすぎちゃうからこそ、なんかそれはそれですごいプレッシャーだなって。でももう出しときゃ誰も文句言わないんですよ、うん、王様です。もう何言っても全員言うこと聞きます。だ逆に言うと、なんかもう、まあ、僕も引退してからこの世界いろいろやらせてもらいますけど、解説とかもそうですけど、はいはい、正解ないじゃないですか。そうですよね。同じこと言ってもクソや佐々木っていう人もいればすごいっていう人もいるわけじゃないですか、はいはい、でもスポーツってこの前マスターズで松山君勝ったりとか、もう勝ったら成績出したらもう全評価じゃないですか。でも今のこの世界って成果が分かんないから、その中で模索していくのって自分は納得してても評価されなかったりするじゃないですか、はいはい、そこら辺のモチベーションの保ち方とか難しくないですか？そうですね。だから最初は若い時は突っ走っていけるけど、途中であれこれ合ってるのかなとか、やっぱずっとその周りが評価してくれなかったりすると、うんうん、あ、なんか違うのかなみたいなの思いますけど、うんうん、でもだからこそ周りにいるスタッフさんとか、うん、まあ、マネージャーさんとかと話し合って、うんうん、じゃあどういう私になるのが一番よく見えるかみたいなところを、私だけじゃなくてなんか周りの人だったり客観的な意見も聞いて、うん、みんなで作り上げていくみたいな。そこじゃあそこは素直に聞けるんですね。
そこは大人になってからはそんなことそうですよね、みんなそうなんですよ。大人の階段登るたびに肩が取れて丸くなるんですよ。そら最初からだって逆に言うと一つ言いたい、最初から全部聞いてるとダメになるんですよ、うん、ぐちゃぐちゃになります。そうなんですよ、よくわかる。だからプロ野球でもダメになる人って言ってくれる人も善意を持って言ってくれるから間違いじゃないんですよね、うん、でもいろいろ言われすぎて、でも考え方っていろいろあるから全部それ吸収して全部やろうとするとできない自分になるじゃないですか、うん、だから迷うじゃないですか、はい、最初はやっぱりいるんですよね、芯が、うん、その中あとは信頼性持っていけるっていうところで、まあ野球選手のコーチも運なんですよ。うーん、自分で選べないじゃないですか、はい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 、マネージャーさんとかも運じゃないんですか。運なんですか。だってこのいっぱいいる中でこうその事務所とかでいっぱいいる中で、カモンマネージャーですじゃあできないじゃないですか。そうですよ、あ、ちょっと部署が違うんでみたいなあるじゃないですか。かそこのコミュニケーションって難しくないですか。野球界も本当難しいんですよ。あーさあコーチとのこの関係性のこの折り合いが正直、まあ、野球界で一番難しいのはコーチが新しく来るじゃないですか、はい、一番最初に何やられるかっていうとウィキでその人の実績を調べられるんですよ。誰ですか。選手に。選手に、でそれでその人の実績によってまずどの位置かを見定められるんですよ。監督が。監督とかコーチも選手から。大変だ。あれ俺の方がいいねみたいな。ウィキに全部載ってるから。そうですね、成績が、はい、でそういったところであと考え方の違いとかをすり寄せていって、で若い時だとそんなね、うん、全員がコーチはすごく見えるからそこら辺もすごい難しいですけど、うん、そこ難しくないですか。マネージャーさんとですか。あ、でもまあでも人間なんで合わない人は合わないですよね。そりゃそうですよね。正直な気持ちです。でそこ合わせていくのがね、難しいです。今のマネージャーさんはすごい。いいんですか。あ、よかったですね。ね、で今そこにいるのに面と向かってね、はい、今はちょっとって言われて逆に困りますよね。え、でも本当マネージャーさんすごい大事で、うん、やっぱりマネージャーさんがお仕事取ってきてくれるじゃないですか。うんうんうん、だからなんか私自身も頑張るとこ頑張るけど、うん、やっぱりその連絡だったり、うんうん、その他社の方、うん、テレビ局の方とか、うん、いろんな人との連絡とかをマネージャーさんがやっぱ遅く返すの遅かったりすると、うん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 、私モチベーション上がってても、うんうんうん、あ、タレントさんモチベーション下がってんのかなみたいな見られ方しちゃったり、うん、あるっすよね。ありますよね。あとこっちがモチベーションめっちゃ上げてんのに、あ、ダメでしたっていう連絡がめっちゃ遅い人。ギリ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 、もうちょっと本当は早く分かってましたよねっていうのもあるんですよね。やっぱそこのなんか信頼関係ってすごい大事だなって思う。いや、何にしてもその裏で見えないところで働いてくれてる人ってめっちゃ大事ですよね。うん、本当に大事ですね。さすがチャンネル編集のスタッフにかかってるんですよ。ありがとうございます。すごい、やっぱ感謝ですね。でもどうですか、ここまでやってきた中で一番難しかった困難って何ですか。難しかった困難、はい、あ、でもそのスポーツと同じで、私すごいあのアイドルだった時から、はい、ソロとかスピードさんとかありますね。ああ、わかります、わかります。スピードさんがすごい好きで、はい、ああやって歌って踊れるアーティストになりたいっていうのが、はい、まあ、一番だったんですよ、うんうん、だけど AKB みたいな、うん、あの大所帯になって、うん、だからいつかはあの AKB 卒業して、うん、ソロでやりたいみたいな夢があったんですけど、やっぱりこう AKB がすごい忙しい中で秋元さんが最初にソロデビューさせてくれたんですけど、うん、なかなかそのソロの練習とかをできなくて、うんうんうん、でなんかこうテレビ番組だったりとかライブとかするのに、うん、なんかうまくそこで成果を出せないみたいな、うんうん、なんかその自分との葛藤じゃないですけど、なんかもっと練習時間があったらもうちょっといいライブができたかなとか、うんうんうん、そこで歌詞間違えなかったかなとか、まあ、それも全部今となれば自分の責任なんですけど、うん、まあ、その時はじゃあ AKB やめた方がいいのかなとか、なんかそのカット、寝る時間も大事だし、でも練習する時間も大事だし、どうしたらいいのかみたいな、うんうんうん、っていうところで、なんかもうその1回1回 その成績じゃないですけど、うんうんうん、なんか思ってることができてない自分との葛藤はありましたね。1日24時間少なすぎますよね。はい、本当に、ね、睡眠時間どうにかなってるかなって思って、いや本当、あの芸人の時一時もう麻痺しててずっと球場にいるみたいな、
気づいたら家が抹消されてんの寝るだけみたいなそう寝る帰って寝るだけで起きたら球場でしんどいからギリギリまで寝るじゃんね、うん、で若かったら寝れるからで起きたら球場みたいなでちょっと一息ついていつも球場にいてえずっと球場いんなみたいなだって家で起きてんの2時間とかしか起きてないからだって俺お風呂入ってそうそう球場で風呂入ってくるからいろいろ資料やって大体12時ぐらいに帰ってくる、うん、でそっからご飯食べたりなんなりしてで2時3時に寝ててで昼前に起きたらあもう行かなきゃみたいなうんで気づいたら球場みたいな大変でも気づいたらテレビ局とかあるんですかありますねもう気づかなくてもテレビ局私本当に、うん、もう10代の頃だから許されるんですけど、うんうん、CM 中になんか DVD の CM みたいな、うん、こうグリーンバックで立って、うん、なんとかみたいな言うじゃないですか、うんうんうん、でカットみたいな言われて大人たちがもっとこうした方がああした方がいいって話してる間、うん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 、このままめっちゃ寝てて、うん、逆にすごいっすねでその後、うん、もう一回お願いしますよーいスタートってなっても、うん、なんとかって言った後にこうなっちゃって、うんそんなことないじゃないですかそれ逆にすごいっすねで周りの人たちも起きてますかみたいなその時は本当に申し訳なかったですいや俺らもあるよデーゲームとかだと、はい、デーゲームはめっちゃ眠たいの、うん、特に外だと、はい、でしかもナイターデーとかだとほぼあんまりもう6時間ぐらいしか寝なくてすぐ試合に行くから眠くて試合出てなかったらすっごいで昼ご飯も食べてすっごいポカポカしててすっごい眠くてほんほんほんなっちゃってあやばいやばいってサングラス出してすっごい色の濃いやつつけてベンチの後ろで気がついたら攻撃終わりかけみたいな、そんな見てみようだから試合中にデーゲームねさすがに6時からで寝てるやつはいないのでデーゲームでそうそう2時とか1時から始まるやつで、はい、ベンチの後ろの列で試合で出なくて濃いグラサンかけてるやつは要注意たまに下向き加減な、うん、そうそう あとねこうなってる泡上がってるだいたいこうはねないのバレちゃうからだいたいこういう感じで起きてるよ指定するからこうねこうなるってなんかしかもドームの場合、はい、濃いサングラスかけたらデーゲームはこいつは危ないんだってドームって眩しくないのにサングラスかけてるうん確かにあんまいない、うん、それもね要危険注目してみてくださいさあということで、はい、いろいろ聞いてきましたけどもなんと佐々木板野さんのチャンネルにも出てますすごくないですかえ、はい、ゲスト来るんですかたまにいいですよね何回目ですか3?2? でもそんなにコラボそまだメ ン, バー、ね、メンバーとかが多いですね、うん、しかもそんなおっさんもね来ないしねはい、はい、ぜひそちらの方のチャンネルにもタモチューブです、はい、見てください、はい、見てくださいということで今回は MC が変わって板野智美さんとお送りしました皆さん板野さんのチャンネルも見てくださいありがとうございましたありがとうございました